それでは18時30分を回りました。アトモティブのハッピーストライク始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんと焼津 TV が3月から焼津テレビになりましてですね、新規一点頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、そして本日のゲストはユニット春&新さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごくないですか、キーボードとバイオリンなんです。はい、キーボードとすごいです。バイオリンです。はい、よろしくお願いします。はい、バイオリンの春さんとキーボードの新さんですね。よろしくお願いします。なんか急に一気にこうちょっとリッチな番組に掲げさせた感じがしてくるんですけど、これのせいですか。すごくないです、バイオリンですよ。だってひょっとしてあれじゃない、特徴高く、あの過去最高額とかなんじゃない、きっと。あ、そうかもしれない。2台合わせればこっち7000だけど意外とお手頃だもん。あ、これ7000、はい、ね、はい、いや、すごいです、はい、7000です。いや、こっちの値段はちょっと聞かないでおこう、やばそうやばそう。いや、でもあの普段は結構こうロックとかメタルとかの方とかすごく多くて、バンド系なんですね。そう、バンド系の方がすごく多いんです。あと、まあ弾き語りの、ね、方とか多いんですけど、うんうんうん、初めてです、バイオリンっていうものを近くで見るのが私が。あ、これね、意外と触れ合う機会がなくて、なんだったら持ってみます。え、あ、やりました。え、折れないです。あ、折れ、そう考えたら思ってても軽いし、軽い、もっとすごい、やばい重みなのかと思ってました、うん、すごい。これ何年ぐらいのにできたやつですか。これそんな古くないよ。あ、そうなんですね、うん、へー、やばい、ちょっと怖いから返します。怖いから返します。まだ40年ぐらい。あ、そうなんだね。へー、もう私より年上です。そう、中にはね、もうね、200、300年古いのもあるからね、うんうん、あの、なんとかバリウス、なんとか、そうそうそういつも下かんぶやつ。最近はあの格付けチェックみたいな番組とかでね、よくあの総額いくらの楽器でみたいなので見かける機会も出ましたけど、ね、まあ、僕あれ聞いて大体外れますけど。本当ですか。外れる、弾いてる人でも外れる。分かんないで電気通しちゃうと。まあ確かにそうですよね。しかもいい方で多分絶対わざと下手に弾いてますね。あ、それはでもなんか初心者って書いてあっても結構高いですからね。そこそこね、あれって思って見てるんですけど、いや、でも新鮮ですね、すごくね、うん、でもこの組み合わせ自体は結構新鮮。なんかピアノとじゃなくてキーボードなんですね。そうですね、そうそう、ピアノっていうとどっちかっていうとほらクラシックの、そう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 なんです、そうなんです、うん、で僕はねクラシックじゃないですから。じゃない、うんうん、クラシックだけできないですよね、我々。そうなんです、クラシックだけできない。ちょっと止められてるんで、止められてる。クラシック音楽でね、堅苦しいし、そうね、あの 眠たくなっちゃうじゃないですか、うん、確かにこうちょっとなんかこう肩肘張らないと聞けないなっていうところがちょっとね、うん、あるんですけど、でもその楽器に対するちょっと偏見じゃないけど、うん、なんかこうそういうところに出てくる楽器だと思ってたんですよ。確かに、そうですからね、うん、なんか皆さん僕のことを誤解、いい方に誤解してくれたってね。なんか途中とてもあのお育ちがよろしいのではないかとか、お育ちまあ大体ね、まあ、いい趣味ですねとか、あ、そうですね、あのそういう意味ではね、あの例えばギターとかね、そういうロック系の方々に比べると、うんうん、比較的そのいい方に勘違いされてる嫌いはありますね。あ、そういう感じなので、確かに、でもちょっとバイオリン構えてるとおーってなりますもんね。でしょ、うんうん、すごい思いますもん、うん、そのバイオリン素敵ですねって大体言われてる。そうそうそう、そうなんですよ。で、コメやって、そうなんですよ、聞いてるとね、春さんバイオリン素敵ですねって言われるんですけどね、春田さんが素敵ですねってとんと言われないんですよ。言われないですね、全部込みだろっていうね、おかしいね。バイオリンは必ず褒められます。そうですね。どうですかその点ね、キーボードなんかはね、うん、え、これはもう手頃な、もう本当7000です。そう、ね、でもやっぱりほら、はい、キーボードもほら男子がこういう鍵盤楽器を弾くのってどうですか、女子的に。かっこいい、あ、ね、かっこいいんですよ。確かにピアノ奏者って女性多いですもんね、鍵盤奏者ね。そうなんですよね、意外と身近にもそんなに男性の、ね、鍵盤奏者少ないんですけど。そうですね、いやでも男性の方が手も大きいからやっぱ弾いてる姿がすごい様になるんですよね、やっぱりかっこいいんですよ。なるほどね、そうなんです、すごいな。僕もワーキャー言われたいです ね、 ね、そのキーボードかっこいいですね、一回でいいから言われたい、うん、このキーボードキーボードキーボードを褒めてもらいたい、ね、そうなんですか。そうですね、はい、ね、このねキーボード PSS、
E30 ヤマハから出てますので、うん、ね、はい、ヤマハの回し物にそうですね、はい、一応僕ねヤマハとズブズブの関係ですから、ね、ヤマハの講師とかじゃないですけどヤマハとズブズブの関係です、ね、このヤマハのキーボードシリーズはね日本で唯一のプロなので、おー、はい、ね、ぜひ皆さんこれを機会に、ね、後でちょろっと演奏とかしてこんな感じできますよみたいなね、はい、ります。やるんですか。あ、わかんないけどこれ7000円ですか。やる気満々で来てますか。もう持ってますから ねこんな感じでね、うん、簡単に持てる、ね、プロいいんですか、そんな持ち方して、ね、はい、こんなんですよ、7000円、ね、ぜひ、うん、ジャパネットみたいになってきた。まあちょっとおもちゃの延長みたいな感じですけどね、うん、結構多機能でね、意外とね、そう、これでね弾き語りいけます。バンドの、バンドの弾き語りいけます、これ1台で、ね、すごい。でもあの我々ユニットには語る人がいないので、うん、今日なんかちょっと適当にメロディー弾いてもらってもいいですか。高いけどね。あ、そうか、後で後で、そうですね、うん、まあそんなすごい機能がありますのでね、うん、はい、ぜひとも、まあ、ですけどもちょっと誤解してはいけないところが、うん、我々ユニット、ね、キーボードとバイオリンですけど、はい、僕はこのバイオリンに弾いてますけどもね、はい、まあ、シーンは、はい、あの本番ではこのキーボードは使わない。あ、そうですね、これはこれは今日ね、あの これ用だけに持ってきました。このためにね、今日持ってきてくれた。コンセントいらずなんですよ、これ素晴らしい、ね、ちゃんとね、うん、もう音出ますね、ね、ちゃんと音出ますので、ね、はい、ね、はい、後ほどたっぷりと聞かせていただきたいと思います。ありがとう、弾くんですね。やっぱりたっぷりなんですね。たっぷり弾いていただきたいですね。もう聞きたきゃ、うん、BGM 聞いてくる。あれこうやって弾き振りだけしときますし、そうそうそう、重ねていただいてね、ちゃんと、ね、この BGM はキーボードとバイオリンしか使ってないんで、そう、うん、まあ、うん、たっぷりとありますけど今のところですね、全然曲の打ち合わせとか準備とかしてない。してないんです。おだけの話だけど、さっき向こうでコードなしでとか言ってましたね。決まってない、結局決まらなかったって。じゃあもともと打ち合わせをするユニットではないので、あ、ね、この番組ととても似てますね。そうですね、何の打ち合わせもないというか、そうですね、いやー、その顔、やっぱでもね、トークも面白い。あの、だいたいトークだけで、いやいやいや、さすがですよ。いや、でもお二人もこの活動されて長いんですか。うん、いや、それがね、あの、実はこの間振り返ったんですよ、うんうん、そもそもいつからやってんのって我々。結果は分かりませんでした。で、だいたい意見が統一で見たのが、うん、だいたい10年だろうっていうことで、すごい、およそ10年ってことで、はい、実は昨年10周年のコンサートやりました。約10周年コンサート、約10周年コンサートで、いつからかかないのに10周年を、だから 2,3 年は10周年いけるなと思いますね。約10周年、だいたい10周年コンサート、はい、そうですね。なのでね、あの、この3月にも約10周年コンサートの一環でね、あ、そうですね、ちょっとライブをやらさせていただく、そうですね、そうなんですね、はい、いやいや、すごい。あ、そう、ライブのね、情報、これ、はい、そうです、そうです、はい、じゃあここでじゃあフライヤーをドンとね、出しますね。いいですか、はい、はい、スプリングコンサートということで、居酒屋元スタジオさんで、はい、これ約10周年コンサート、そうです、そうですね、3月23日、あれ、トモさんって元スタ知ってます？行ったことはまだないんです。名前は聞いたこと、はい、とてもよく、もう、あの、あ、周りの人は結構行くんですよね。あ、私はまだちょっとお伺いできたことなくて。あ、そうなんですね。気にしてるだけなんですね。もう、あの、清水のチャゲと言ったら元さんですよね。そうですね、うん、そう、風貌がチャゲで歌声がアスカアスカって、そうそうそう、すごい、一人チャゲや、そうそうそうハモっちゃったよっていう元さんのところをお借りして、あー、ね、すごい、はい、ね、いいですね。あの、うん、3月27日なんで、この放送を見て気になった方はぜひね、足を運んでいただきたいです、うん、18時、会場19時、開演ということで、会場から開演までたっぷりありますので、そう、ちょっとゆっくり過ごしていただきたい。そうですね、居酒屋元スタジオなので、まあ、ご飯食べていただければね、飲み食いしてもらえればね、うん、まあ、先ほどのクラシックはやらないってね、我々はそんな話をしましたけど、じゃあ何やるのかっていうところでね、あ、すごい、そこをちょっと言わないと皆さんがコンサートには来にくい、来づらいじゃないですか。確かに、確かに、まあ、モットーとしましてはですね、みんなの知ってる曲をやると、あ、そうですね、よく知ってる曲しかやらない、よく知ってる曲、はい、だからただ皆さんのこのよくテレビで聞くね、うんうん、あの、まあ、歌謡曲っつっちゃうんですけども、うん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 、そういうのを中心にですね、まあ、それをこうインストで、うんうん、ボーカルはバイオリンであり、うんうん、伴奏は全部キーボードでやると、はい、まあ、このキーボードちゃんが多機能なもんですから、多機能な、もうドラム、ベース、ギター何だってこう入っちゃう、うん、一人でできちゃうっていうことね、はい、僕もなんか何だったらもう大勢のね、あの、バンドとかオーケストラを従えてやりたいとこなんですけども、一人で
理できるっちゅうのでじゃあまあいいかなというところで、じゃあまあいいかな、そ そうですね、それであの2人で活動してるわけなんですね、はい、いやすごいですよ、うん、とてもこうフットワークのこう合わせやすい、こうなんだろう、最強の組み合わせというか、そうですよ、すごいですよね、うん、だからね、そういう意味じゃこのキーボードの使い方がですね、割とこういう風な使い方をしているのって日本では、うん、いまいち少ないようで、そうですね、うん、そうです、なんかキーボードはもう鍵盤としてのこの、うん、要はもうそうピアノラインの、ね、そうバンドの一部みたいな感じ、そうなんです、そうなんですけども、なんでこれもう本当鍵盤がついてて単体でやるって言ったらもうあとはあれしか出てこないです、なんだっけ、足がついてるやつ、エレクトーン、足がついてるぐらいです、でもそれとも完全に一人だったりするんですよね、そうですね、うん、くらいしか出てこないけど、まあ、そこまでいったらちょっと音出してみないの、え、はい、キーボードのさ、でこれピアノ、いきますよ、ね、指一本で僕伴奏しますんで、うん、指一本でね、ドラムじゃねえ、バンドの伴奏しますので、はい、ドラムが流れました、いきますよ、ほら流れた、ね、はい、こんな感じです、いわゆるドラムとベースとギターとなんちゃかんちゃ全部何人か今、はい、5人ぐらい今、5人ぐらいこの中に、これがこの中に、うん、それをね、指一本でやってますので、うん、ね、便利ですね、この大きさのね、ちょっとおもちゃ半分のものでもそのくらいできるので、うん、ね、だから本間もんはもっとすげえよと思います、本間もんのすごいところは、はい、実際の楽器をサンプリングして音が入ってるので、うん、そうそうそう、もうより生音に近い伴奏ができるわけなんですよ、ね、あーすごい、サックスとか結構いい音ですね、そう、あーそうなんだ、じゃあもう全然これでオーケストラじゃないけどこうバンドで聴けちゃうんだ、そうですね、もう今 BG で流れている我々の演奏、うん、オリジナルの曲ね作らせていただいたんですけども、うん、その伴奏も全部そのキーボードで1台ですやってますね、すごい、すごいです、はい、そんなね、すごい2人しかいないのにこの音の厚さなんだっていう世界が見れるということで、3月27日ぜひ元スタジオ遊びに行っていただきたいなと思います、はい、そうですね、そう、ただねこれね会場がねやっぱまあ時期も時期があって、うん、15人しか入れないですよ、そう、あ、そうね、確かに、うん、そうで今7人ぐらいも予約になってる早い者勝ち、早く早くこの放送が始まった時ね、そう、そう、今テロップでテントゥン、あの収録は何日です今出てるだからこれ放送の時にはごめんなさい、ひょっとしたらもうすいませんってなってるかもわかんないけど、現在は受付を締め切っておりますかもしれないところまあその代わりそんなクタロとのファミリーですね、そう、なんと、うん、オンライン視聴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 って何ですか、いいねこれ、急いで作った感があっていいね、急いで作ってくれたんですね、ね、オンライン視聴、オンライン視聴ができます、オンライン視聴ってのはちなみに審査何ですか、オンラインのことじゃないあ、オンラインのことですよね、そう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 、だからあの YouTube でね、はい、見れますよっていう、あ、もしかしてこの QR コードをポチッと、そう、ポチッとやると、そうで、ポチッとやってちゃんと、まあ要はあの払うものしっかり払うと、うん、URL が届くんですよ、なるほど、そうそう、で YouTube ってことは当然1ヶ月間ぐらいはアーカイブが残るので、うん、当日見れなくても後から見ちゃおうかみたいなね、あ、うん、いい、そうか、そう、とりあえず見たいと思う人とりあえず買っといて、ね、忘れた頃にそう見れば、忘れた頃に、ね、うん、奥さんとか子供がいる前では見れない場合がある、そう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 、そういう時にこっそりと、そう、こっそりと、そういうこと一人で見れるわけですね、そうそうそう、ね、イヤホンで夜な夜なこうしてね見れるわけですか、そう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 、あ、なるほどね、イヤホンで夜な夜な見なきゃいけないような曲やらないわかんないです、わかんない、それはねちょっとね、そう、結構でも言われますよ、うん、マラさんの演奏ってエロいねって言われますか、確かに、うん、ボーカル超えてきますもんね、超えますね、うん、あの私はその、まあ、先ほど言ったその、うん、まあ、J-POP とかね、うん、そこら辺のインストをやるときに、うん、オリジナルの歌をですね、うん、聞きまくって、うん、ちょっとした癖とかですね、うん、しゃくりとかそこら辺を全部こう忠実に割と再現、そんなことない、再現しますので、もう平井堅と聖子ちゃん最高だよね、聖子ちゃん平井堅さんはね、そうなんですね、あの青いサンゴ礁とかすごい楽しかったもん、うんうん、おー、
ますます気になったでしょこれ、ね、番組見てるとすっげー気になってると思うどんなみたいな、ね、まあ具体的に言っちゃうとね、うん、あの平井堅さん の, あの瞳を閉じて、うん、それだけでいい、うん、いい尺ですよ、それがひょいって、そこだ、あれ面白かった、聖子ちゃんもそれが、うん、そう、なんだっけ、あ私の恋が、そうそれ必ずそうやる、ちょっとこうヒュッとなるところがある、そうなんですよね、やっぱりそうなってくるとこのボーカリストによってですね、うん、やっぱ癖って違うもんだなっていうことが聞いてるとね、わかりますね、あいみょんはこういう癖だとか、ね、あとサザンオールスターズとかもね、あいいね、割とこうレパートリーが多いですけれども、桑田佳祐さんもいいね、特徴がすごいあるんだ、いやいや、これ多分今度知ってる曲をいっぱいやってくれるって言ってたんで、はい、あの聞きながら、あこういうことかっていう人が多分出てくると思う、まあ新規織り交ぜていろいろね、あのそうですね、今回、うんうん、一番新しいのなんだっけ、あ、須田まさきさんの、あ、そうだね、そう、虹やるかな、虹か言っちゃってるそうとかね、古谷は多分いい日旅立ちじゃないですか、あーそうですね、いい日旅立ちね、いいですね、いいですね、いや、ジャンル幅広いですね、広いですよ、やっぱりあの聞く層も幅広いそう、聞く層も、そうですよ、そう、ね、そう、10代からね、うん、90代までいるので、ね、90代までですね、そうですね、活動もいろんなところでされてますよね、なんかこう、うん、普通のこういうイベントだったりから、こう結婚式場みたいな、そうですね、そうだね、そうそうそう、もうコロナ前は基本的にはレストランで演奏でしたね、レストランで BGM をね、すごい、我々食事出してくれればどこでも行きます、生演奏 BGM ってことか、そういうことですね、そうそうそう、一瞬ディナーショーみたいなのが頭をよぎったけど、なるほど、ディナーショーは基本的に我々のコンサートの形式がその形なるほど、なるほど、基本食事がつくので、うん、まあ、すごいすごい、年に1、2回やらせてくれる、ね、すごい、ホテルの方で、そうそうそう、上品だ、やっぱ上品、格調高くね、うん、それやる曲は別にね、あのね、うん、締めっぽい歌謡曲の演歌とかもありますよ、船歌良かったよ、良かったな、バイオリンと演歌って意外と合う、うん、ビブラートとかね、そう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 、うーんってなったりとかね、染みちゃうんだ、いいね、いやすごい、でもこういいですよね、こうすごい格調高く なりすぎなくて、はい、こう、うん、要は普段なかなか触れ合えない楽器とも、うん、はい、こう自分のフィールドでも楽しめるようになるっていう、うん、新しい感じがすごくするんですよね、うん、そうですね、いやすごいです、私もうガゼン聞きたい、ガゼン聞きたいので、うん、ちょっとやってみますか、ここでちょっとぜひ、うん、演奏ですか、演奏ですか、ね、演奏してほしい、はい、うん、ここからは料金発生しますか、発生しませんないないに、ないないに、あと、そう、ね、そう、あと請求を、そうですね、はい、じゃあ思いっきりうやむやにしておきます、うん、じゃあちょっと何風でいきますか、ね、じゃあなんか別に あんまり癖のない風で、癖のない風 でいいかなと、あ、うん、ちょっと格調高い系っぽく、格調高い系、なんかちょっと伴奏してください、あ、うん、さっきのやつ、これね、さっきのこれ何、うん、あって言ってます、大丈夫ですか、あ、なるほど、こんなのまでね、はい、ちょっとテンポ設定ですね、なんか好きな感じあったら、いや私は普段、うん、あのゴリゴリのハードロック界隈の人間なんで、ロックって書いてあるロックって書いてあるから、じゃあロックしよう、フリしないで、ロックっぽいですね、うん、あんま変わんないね、うん、ちょっとロック、あ、ちょっとハードロックの感じで、あ、そういうこと、うん、すごいね、はい、ちょっとハードロックになりました。すごい。ね、ハードロック。じゃあせっかくだからもう、お、はい、一番これがハードかな、なんか。ハードな感じですね。メタルっぽく。はい、ハードロックになりました。はい、ね、急に。はい。ね、じゃあ僕は伴奏だけってことですね。はい。はい、じゃあまあとりあえずなんか定番のコード進行やりますので、それっぽくなんか弾いていただければ、はい、はい、ました、お願いします、まずちょっとどんなコードですか、うん、カノンコードです、うん、メタルっぽい、ロックっぽい、thank you。
ぽいかな、はい、こんな感じになります。こんなだけでできちゃうんですね、うん、はい、今のは、マルシーハルシンですのでね、勝手に使わないでください。マルシージャスラックさんに怒られないようにね。そうですね、はい、うん、ね、そんなにもうこれでなんだろう、打ち合わせしてないですね本当にね。はい、してないです。急に始まりましたもんね。してないですね。だから、著作権払えばね、別にね、あれやってこれやってっていうのもね、うん、できなくはないですけどね、うん、まあ、こんな即興でということで、ね、すごいですね。はい、こっちでバンドですね、はい、いや実力派の2人がだからできるんですね、これはすごいすごいです。練習嫌いな2人練習嫌い。僕指1本しか動かしてないしね、うん、そういいな、楽だよ、いいな、楽だよ。そうだね、そう、だからその1本間違えると偉いことになってね。そうなんですよ。バンドの場合は一人間違えても気がつきますよね。意外とね、なんとか、まあ、リカバリーできる。そうそうそう、この方一人間違えるとですね、全員間違える。全員間違えますから、ね、全員そう、緊張感半端ないですね。そうですよ、壊れますからね、コンサートが。ガトトトみたいな感じになるんだ、うん、そうですね、まあ、もし万が一ですね、コンサート中にもしもそんなことがあった場合、うん、ないことはない。その時はね、すかさずトークでカバーをいたします、ね、ちょっと繋いで。あと別に今まではあったんですか。ありますあります、頻繁に。そうそう、ディナーショー、うん、ディナーショーでもちょっとやりましたですね。お客さんもそれ分かってますから、そう、もうこの後どうやってあのトークでカバーするんだろう。そうそうそう、みんなこう分かって第一声なんていうのかな、あの人みたいな。そうそうそう、もうそこまでが楽しみなんだ、僕らにします。ご褒美タイム来ましたみたいな感じなんですね。そう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 、ワクワクしてるから、ね、スーパートークショーが始まるぞみたいな。やっぱね、実機だとすごいボタンの数が全然違うので、うん、ね、そうなんですね。おっとってなるとね、うん、だから僕は割とこう演奏自体を練習しますけれども、うん、シーンはどっちかっていうと操作法を練習します。何小節目に何を押すってね、このタイミングでこれを押す。そうかそうかそうか、うん、もう、うん、そう、機械操作なんだ。そう、なんかちょっと DJ っぽいみたいなこと。かなり瞬間系で押してくるので、なかなかスリリング。キーボーディストさん結構すごいですもんね。やっぱ、うん、なんか2台とか使ってビュッビュッみたいな人いますよね。いる。いや、すごいな。いや、でも、すごいわ。語彙力がない。まあまあ。いや、でも、やっぱいいですね。こう、弾き姿も様になるんですよ、やはり。そうですか、そうなんですよ。やはりすごい。素晴らしい。そう。頭で横島のことを考えていても、ね、なんとなくそれっぽい。考えてるんですね。いいね、横島なこと。ね、横島なこと、うん。僕もやっぱそこぐらいまで余裕がないとダメだね。ああ、うん、そうですね。やっぱ操作に必死になってた。やっぱその必死感伝わっちゃいますもんね。うん、あの人今横島なことを考えてるなぐらいの感じで、それ伝わらないとダメですね、そっちね。そうなんですよ。もう余裕をね。そうですね。我々もYouTube チャンネルがございましてですね。はい、そちらの方でそういう演奏してる動画いっぱい見れますけれども、初期の作品見るとね、はい、もうほとんど、まあ、僕のこのままで演奏してるとですね、うん、割と僕の横島なことを考えながら演奏してる私の顔がですね、自分でも本当にキモくて自分でもちょっとうっとりしながら聞いてる顔、ね、ちょっとキモいので、はい、最近はちょっとね、はい、そういう時には、まあ、皆様もそういうキモい顔をね、うん、あまり拝みたくないでしょうから、サングラスをかけてですね、ちょっとうまく隠しながら、はいはいはい、まあ、一応我々ビジュアル系で寄ってますね。そうですね、うんうん、私はそういう話をしたなって思いながら今日帰ったら、うん、YouTube を探してみようかなと。よろしくお願いします。この顔だな、キモい、ね、確かにキモいなって指さしてください。春&シンで検索すればね、YouTube も出てきま す、はい、ますね、あとツイッターもやってらっしゃいますので、ツイッターも、あ、そう、ツイッターもある。あ、そうだ、だって今回ね、そうですね、今回ツイッターでしたもんね。そうなんです、はい、ツイッターでなんかね、見たんで、あ、これはすぐこっちでよ、助かりました。ありがとうございます。本当に感じだったんですよ。いや、でも個人的にももうちょっと見てみたかったんですよね。あ、じゃあ良かったです。いいタイミングでした。すごいいいタイミングでした。ありがとうございます。はい、はい、シンさんも個人でツイッターとかに動画を上げられてますよね。やってます。あくまでこれをね、主体で仕事させてもらってますので、基本的にはソロでもやっております、はい、ね。これ一台でね。だから伴奏も自分、メロディーも自分っていうことで。やっておりますね、はい、そちらも実は10周年だったんですよ。あ、そうなんですか。そっちは正式に10周年です。正式に10周年、はい、なんで去年はソロコンサート10周年ということでやらせていただきました。すごい、ね、すごいです、はい、関東からサックスのプロ呼んでみました。すごすごかった、すごかった、すごかった。
まあ、その時はゲストという形でハルさんも乗ってもらってっていう感じでやってみました。超豪華だったんだな、いや私はあのシンさんのゲームシリーズが結構好きで、あれね、まあ、元々ね、そう、僕ゲーム大好きなのでね、ゲーム大好きっていうとすげえマニアックなゲームを言ってくるからちょっともう注釈だけど、ファイナルファンタジーの4567だけです、僕詳しいのはね、はい、それ以外は詳しくないので、逆に4567はねそこは全部曲わかりますので、ね、1日1曲その中で曲が上がってます、ツイッターで、ね、だいぶ上がってるよ今ね、上がってる、ね、1個だけプチバズりしたから、本当に1個だけ、1個だけなんか再生5000とか超えて、すごあとは66とかです、ツイッターあるあるね、そう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 っていう感じです。ぜひぜひ個人のアカウントも、ね、ちょっと見ていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、残りがあと5分弱になりましたね、はい、エンディングテーマはルーズエンドさんの歌を歌うよう流しております、よろしくお願いします、はい、いやでもねすごいコンサートね見たくなりますよ、これはすごいすごいですもん、うん、私あのシンさんのあのピアノっていうかもう大きいキーボード弾いてるところも見たことあるんですよね、ちょっと、はい、ちょっとだけ、はい、そうですね、懐かしいですね、あれも何年前もうはるか昔の話になっちゃいましたけど、そうなんです、あの時もねもうかなりの指さばきだったんで、あああの頃はねまだね弾いてたんです僕、本当にそう、どういうことどういう反応ですよ今の弾いてたんだ、弾く重視だったんです、そこから機能を覚えてこっちになったんですよね、だんだんそう、あのね、そう、あの時はまだバンドをやってたので、あ、若かりし頃は、なるほど、懐かしいですよ、あの時もね、そう聞いてたんで、あれもさ、かなりね、こう本当になんかメロディーも素敵だったし、こうやっぱ弾いてる姿がもう男性がもうバリバリにキーボード弾くっていうのが私は結構新鮮だったんですよね、懐かしいね、すごくあったね、そうで、まあ、今回この組み合わせじゃないですか、はい、これはもう楽しみしかないぞと、ありがとうございます、ね、はい、思いますので、活動ね、あの今後の活動もハル&シーのツイッターとかで、はい、メインの、そうですね、今年は多分ねでかいコンサートが1回あります、お、なぜなら日本で売ってないキーボードを買ってしまったので、どういうこと、はい、このキーボードって日本でちょっと人気がなくて、あの日本国内で売ってない、海外にしか売ってないキーボードがあって、それを輸入してしまいましたので、はい、はい、してしまいました、はい、なんかかっこいいね、はい、はい、逆に言うと、はい、持ってる人が少ないってことですよね、まあ、多分日本で1台しかないと思うので、俺しかないと、はい、なのでそれを使ってコンサートまた、ね、すごい、はい、夏にでもやろうかなと思います、ね、いやいいですね、うん、ますます今後はとても楽しみに、ぜひ聞きに来てね、いやぜひぜひぜひよろしくお願いします、うん、あの BGM なんかも今日ずっと、ね、流してましたんで、CD とかは販売しているはい、してます、してるね、してますね、してる、はい、はい、ね、2枚出しましたね、2枚、はい、はい、どこで買えます？わかんないけど、とりあえずツイッターとか YouTube にコメントしてくれれば、ね、あの届けます。どこで買えるかといえば、うん、私か新作で会場で、会場で、会場でバッチリ、はい、そうですね。何らかのメッセージいただければなんとかしますね。はい、なるほど、はい、というわけなので、ぜひぜひ気になった方は新の方もぜひよろしくお願いします。はい、というわけでもうね、ジャパン30分となりますので、いやーすごい今日は得した気分でした。なんかむしろでもこんなにこんな準備してもらったのに、うん、もっとやってもらえばよかったかなって一瞬ちょっと思ったんですけど、いやいやもう無理無理、でもこれ以上は何もできないっすでもライブであの曲をガンガン聴いてほしいっていうのもあるので、はい、もう今日はここでお預けにしておきます、そうです、ね、もったいぶって聞いてますそこは、はい、というわけなんで、ぜひ3月27日は元スタジオさんで皆さん行ってください、遠くの方も YouTube で聴けるよ、ぜひよろしくお願いします、オンラインで、私もオンライン見ようかな、はい、はい、というわけで本日のゲスト、バイオリン&キーボードユニットハル&シンさんでした、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあ写真撮ります、はい、お願いします、撮りますよ、よいしょ、サムネ用すか、いや、普通に撮るだけです、いいですか、撮って何枚ぐらい撮りますか、適度に適度に、そろそろこんなもんでよろしいですか、いいですよ、あの変な再撮り祭載せなければ何でも OK です